いつもありがとうございます。テルリー村上です。今回は日々1ミリずつ向上する進化の秘訣ということでお話します。1ミリずつ向上するってなかなか、まあ、言葉で考えることもないかもしれませんけども、日々皆さんは必ず進化して向上していると私は思うんですよね。でも意識しないとか何もしないと脳の老化は50代に加速します。そうですね、老化とか退化とか加速すると、まあどんどん落ちていくだけですからね。ただその脳は死ぬまで成長します。まあ、脳っていうか、まあ脳さんですね。でその脳さんは死ぬまで成長するので、それを助けてあげなきゃいけませんね。ただ、まあ、毎日毎日その脳の鍛え方、いわゆる鍛え方をということだけでも、ちょっと意識するだけでもその進化できるかもしれません。まあ、あなたの脳さんは実物を拝むことができませんけども、イメージの中で出会って大切に育むことができます。なので鍛えるという概念、脳の鍛え方っていうことを言葉だけでも意識すると、何を鍛えるのかっていうふうに探し始めるので、ものすごくこう脳が活性化していって、1ミリずつ向上していくという、これがまあ本来のその進化の秘訣という、簡単に言ってしまえばそういうことなんですけども、ただ理屈とか例え話とかそういったものがないとどうしても分かりにくいですよね。意識さえできれば、認識さえできれば、何でもこう脳がいろんなことをこうしてくれるんですよね。なので脳さんに可愛い可愛いとか言って、ね、そのイメージしてこう抱っこしてあげたりとか、なれなれしてあげたりとかって、そういうイメージするだけでも脳を大切にするということをこう、脳の中に入れるだけでも随分変わってきます。でまあその脳さんなんですけども、まあ一つの考え方で、まあ、8つに分けるという、考え方があります。脳の番地ということで、まあ、思考系とか運動系とか視覚系、感情系、理解系、聴覚系、伝達系、記憶系と、まあこういう8つに分ける。まあ、8つっていうのは分けすぎですけども、まあ丸々系、脳番地という考え方があるんですね。まあ五感ですよね。まあ思考、感情とか、簡単に言えば思考、感情、行動とかいうのをこう8つに分けて、まあ、丸々系っていうことで、まあ、これだけこうたくさんこう、意識する幅を広げていくと、どんどんこう、進化していける一つのツールにはなりますよね。まあ、あなたがいつも使っている脳バンジーはこれからも使われる可能性は高いですよね。思考が得意、運動が得意、知覚が得意、感情がこう優位にあるとかいう言葉もあるかもしれませんけども、それはまあ高いんですけども、ただその脳さんはこう同じ使い方を続けると楽をして、まあ省エネを覚えてしまうので。なんかこう1時間かかった面倒なこともどんどん使っていくと30分でできるようになったりします。まあ自転車に乗るとかっていうのも、最初はこう乗れなくても乗れるようになったらすぐ乗れますよね。まあ、そういったことからも分かると思いますけども、若い頃はそれは進歩でしたけども、50代に入るとこの脳の省エネ化は退化を招くということで、要は意識するということですよね。なかなか意識しないっていうか忘れちゃいますもんね。だからこう何かの時にこう原点回帰で思い出すと、常に新しいことをこう新しいものを見聞きするというイメージとか意識とか、そういったものがこうものすごくこう、進歩の、まあ、元というかね、そういうものになるので、まあ、最初も話しましたけど、そのやっぱりこう意識するということですよね。脳の鍛え方で、まあ40代の特に男性ですけども、まあ、脳を鍛えるどころか脳の使い方がマンネリ化すると、まあ、もう面倒なことはしないっていうことですね。もうこう一定の決まったことをずっとやり続ける。でまあ著しい省エネの脳になりがちということなんですけども、まあ、40代の女性は、まあ、仕事をしながら、今はね仕事をしながらって、まあ男女雇用なんていうか、三角とかいうことで、まあ、まあ女性もこう今労働力という口だて結構注目されてますけども、まあ、ただ家事や育児もして、で地域社会でもさまざまな関係を築いていきます。
まあ、だからですね、まあ、さまざまなノーパンチが開発されてマンネリ度になりにくいんですね。ただ今その女性の中ではキャリアウーマンとかやり手の人たちっていうのは仕事ばっかりしてて、その家事もしない人も増えてるので、まあ、女性も男性化しているかもしれませんよね。まあそういう意味ではその男性も女性も今じゃ同じなので、まあ、机に座ってパソコンに向かっているだけっていうのは男性に限られたことではないかもしれません。まあ、女性もそうで、まあ、給料が上がって地位が上がっていくと、まあ、現場を離れて、まあ、現状に満足してしまうところで、まあ、脳が衰えていくということですよね。この循環、悪循環にはまってはいけないということです。まあどうすればいいかっていうか、まあその40代で使っていない脳バンチを使い始めるということです。まあ、そうするとどうなるかというと、まあ、その脳バンチはその急速に成長するということです。まあ、つまりこれまで使っていない脳バンチはあなたの脳の伸びしろということになりますので、やったことないことをどん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 こうやり始める。時々いますよね、40代とか50代でマラソン始めるとか、スキューバダイビング始めるとか、まあ、そういったものがなんかこう足りないものを補うということで、直感的にそういうことを始めたりするのかもしれませんね。特に40代でフルマラソンやるとかいう人多いですけど、私はまあ20代の頃にこうハマって、マラソンでツーリズムとか行って、こう毎月毎月どっかのこうランニングの登録してエントリーして走りまくってましたけど、あれ20代でした。なので、まあ、40代から始めるっていうのはまあちょっとどうかなと思いますね。そのやっぱり40代からはもっと40代のこう適度な運動ってありますけど、まあ、そういった意味では、まあ、それは悪くはないですけども、急速に成長して、その何て言うか、ハイな状態になるからやるんでしょうけども、まあ、そういった意味で伸びしろなので、でその新しいことをどん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 取り入れて、新しいことを見聞きすることだけでも脳が活性化します。で、まあ、これまで使っていたその脳バンチ、さっきの小児科を防止するにもこう役立つ、まあ、新しいアイデアがどんどん取り込まれていくので、どん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 活性化すると。でそれがまあ脳を鍛える最良の方法、まあ進化の秘訣なんですよね。まあ簡単なことなんですけども、ちょっと意識するということで毎日毎日楽しくなったりとか、新しいことに出会うことがあるかもしれません。まあ、あなたはどの脳バンチから鍛え始めるんでしょうか。まあ私もね、いろいろ新しいことに手を出して、失敗して、まあ、成功して、まあ、失敗して成功するように、どん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 取り組んでいって、1ミリでも毎日成長しようと思っています。今回は日々1ミリずつ向上する進化の秘訣についてお話ししました。ありがとうございました。